逃がしはしない。こいつも時空間忍術を使うのか。不審を連れてすぐに移動できたのはこの能力か。三代目直轄の暗部をやり過ごし、最高機密の結界をくぐり抜け、出産時に九尾の封印が弱まることを知っていた。さらには九尾の封印を解き、手なずけ、そして木の葉の結界に引っかかることなく出入りできる忍び。俺の知る限りでは一人しかいない。うちはマダラなんか。いや、そんなはずはない。彼は死んだ。さあ、どうだ。この際、あなたが何者なのかはいい。だが、なぜ木の葉を狙う？言うなら、気まぐれである。計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。ここでケリをつけておかないと、この先キュービー以上に厄介なことになる。マダラがそうだったように、キュービーを口寄せしておける時間はそう長くはないはず。こいつをここで仕留めなければ。キュービーを解放したい。すでにお前らに希望はない。こちらの物理攻撃は効かず、奴の攻撃時は実体化する。つまり相打ちのタイミングしか狙えないということ。どっちの攻撃が相手より一瞬早いかで決まる。俺の体のどこかにマーキングを。さすが四代目手さん、この俺に敵をキュービーと引き離す。だがキュービーはいずれ俺のものに。俺はこの世を滑る。嘘で言っているんじゃない。